今回はノートオラニスモの外装について見ていきたいと思います。今軽井沢まで来ております。前回もお話した通り、やればできるじゃ日産ということで、ニスモの素晴らしさ、基本装備、そして唯一残念なところをお話ししていこうと思います。まあね、場所が綺麗なところなんで、いろいろな場所で撮影していきたいと思います。雪道もせっかくね洗車したんだけど、こんな感じ、雪道もねバリバリスタッドレスで走っていってくれました。ではね、いろんな場所に移動してね、説明していきたいと思います。まずボディサイズはベースとなるノートオーラから 80mm 長く、 20mm 低い、全長が4125、幅が1735、そしてホイールベースが1505となっております。ではね、主要装備のね説明に行きたいと思います。それでは行ってまいります。主要装備の説明に行きたいと思います。軽井沢プレミアムアウトレットまで参りました。そこそこね移動してきました。で、主な専用装備エクステリア、ニスモのね専用エンブレム、これはねフロントとリアについてます。ちょっとリア部分をこれね主要装備になります、ね、あとフロントグリルとねフロントバンパー、ちょっとねフロントの方に移動して、専用のリアダンパー、専用のリアバンパー、このリアのバンパーもニスモ仕様になっております。専用のルーフスポイラーで、専用の、リアフォグランプ、リアのフォグランプと、フロントにも専用のでね、これが難しいんだよ。ちょっとね、簡単に言うと格納式のドアミラーなんだけど、専用サイドターンランプ付き電動格納式リモコンレッドドアミラー、カッコドアロック連動格納機能付き、難しい名前のこれドアミラーね。で、専用17インチのアルミホイール、これ今ねスタッドレスに履き替えて違うホイール履いてるんですけど、このホイールについてはまた後日お話ししたいと思います。で、専用のサスペンションが入っております。で、専用のフードデカールってあるんだけど、これはねオプションなんですよね、別途料金かかります。はい、フロントのデカールね、こちら別途料金かかります。こんな感じかな。とりあえず主な専用装備エクステリアはね、でボディカラーはラインナップ、6種類の展開になっております。こちらはピュアホワイトパール、スーパーブラックツートン、天井部分がブラックになっててツートンになってますね。でこの他にね、ピュアホワイトパールの一色っていうのもあります。であとはダークメタルグレー、スーパーブラックのツートン、ガーネットレッド、スーパーブラックツートン、ブリリアントシルバー、スーパーブラックツートンで、スーパーブラックね、真っ黒の車っていう6種類のラインナップになっております。でね、その他ね、ディーラーのオプションで
ろいろつくんですけども、例えばこの辺のステッカー、これがね、残念ながらここまで仕上がった車ね、これがね、あの残念なところなんですよ。せっかくやればできるじゃん、日産ノートオーラニスモなんだけど、もうここが残念なところ。この辺がね、ディーラーオプションなんですよ。お金が取られてしまう。これもね、まるまる込みでこの1台の車であればとても良かったんですけど、やはり何事オプションが多いので、これもオプションです。何かとオプションになってしまいます。一応ね、外装についてはこんな感じかな、ね、ちょっとね、散歩がてらね、この軽井沢プレミアムアウトレットをね、お散歩していきたいと思います。ではそれではまた。ちょっとプーマ興味あるの行ってこよう。ダメだ、寒くて。戻ろう。今日は寒すぎる。到着。到着、到着。ああ、疲れた。車もらってきました。はい、綺麗になりました。ちょっとバタついてたんで、拭いてないですけど。帰ってまいりました。ね。てなことで、よし、開いてるかな。ただいま。あら、かわいい。どうした。あら、かわいい。あら、かわいい。どうした。ね、じゃあさ、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。マイキーカットじゃん。ちょっと後ろ見して、ちょっと上げて。おお、かっこいい。前向いて、似合うね。じゃあバイバーイ。バイバーイ。